はい、パート32はい、やりますか。ようやく今回のパートで、説明編みたいなのが終わるかなと思います。はい、装備整えまして、アボイドリングと結構回避系を主に入れてみました。ギアも回避系と GNRS50、これは攻撃力が高くなるやつですね。5。再開します。ゼノギアスが、カラーリングが変わるんですよね。人格が統合されたことによって、白、赤、そして紺。ベルトールの紺、紺色だったのかな、が全部統合されたような色になると。俺のせいで。父さんの目論見のおかげで一つになれましたよ。グフ、腹パンしたのに。気にするな、これでよかった。これであとは、これでもうカーンはやっぱり天国でね、お母さんとか、まあ、おじいちゃんたちと仲良く暮らせるな。何？グラフだったのか。グラフだったのか。グラフはもう肉体限界来てたから、あの時カレン殺した時ね、カーネに融合したというか乗り移ったんですね。憑依したという。無論私の一部だが、グラーフとカーンの関係はもう結構ね、表裏一体というか、フェイみたいにあんまりくっきり分かれてないというかね。と本来肉体に戻るだけ。聞こえているぞフェイ、表裏一体、全てを消し去り、俺はいけないんだ。大脱出があるから。どうやって抜けたの？ゼノギが呼んでる。光、まばゆい光、行きたいこと融合してくれる。拳を交えようぞフェイ。まあ、ラカンも、なんていうの、生まれ変わりみたいなもんだから。その甘さが母を殺した。なるほどね。なるほど。最後の教えみたいな感じがする。ならば仕方あるまい。デクノボ3人を感情がないんじゃないか、あいつらは。どうしてしまったんだあいつら。ミャンエレファイマン何度でも生まれてくる。そうか、そうなのか。まあ人の運命ってのは、人の運命の呪縛から解放するためには皆殺しにしないといけないと思ってるんだね、きっとね、グラフは。全部消しちゃおうみたいな、根本から消しちゃおう、問題言うんだったら消しちゃおっかみたいな感じのことなのかな。俺をかばって死んだ。ミャンのね、束縛っていうのはもうちょっと溶けてきてるんですよね。台を減るにつれて、台減って減って、ちょっと溶けてきてると。減って、もう、愚問。ならば、今こそ我ら一つに、嘘。そういう戦う時じゃない。一つになる。一つになるんだ。いいね。
こいつかなり弱体化してますね。名前がシンベルトになってるという、オリジナルじゃなくなってる。エーテル攻撃があるんで、ノーダメやろうと思って2時間ぐらい粘ったんですけど、ちょっと無理でした。諦めました。まあでも普通に倒せるか、うん、普通に倒せるし、丸三角三角三角でアタックレベル上げていく。これね、物理攻撃避けれますんで、運が良ければね。これノーダメやろうと思ったんですけど、ちょっと無理でした。でアタックレベル3超えるとハイパーモードっていうのに突入して、こういう風に強い必殺技がよいしょと使えますんで。はい、これで完璧ですね。ヌー。私を消し去らねば。おお。グラフなんかじゃない。父さんとグラフは一つ。戦っていた。あ、拳を交えて曲がることがあったと。目的は一緒。なるほどね。エルハイムを取り戻すということか。体が。ゾハルが求む。ゾハルがね、波動存在の力、フェイに流れた波動存在の力を返してくるよってことで。これ波動存在の石っていうよりもデウスの兵器としての石みたいな感じですよね。ラカの望んだことなんだよ。こうなることは必然だった。ラカの人格を2つに分けてしまった。ああ、なるほど。だから転生はしたんだね。接触者としての運命っていうのは。もう一人はグラフになったんだ。なるへそ。羅漢そのものではない。うん。フェイの代わりに自分が飲み込まれて、ま、あれちょっとだけ完全体にするかみたいな。デウスをその間に倒せよっていうことなのかな。完全体になったデウスとゾハルを破壊するのか。なるほど。自分の力が流れてるから自分しか壊せないってこと。あれはカレンだった。この辺もうカーンとグラフがもうね一体になってるという。重ねたことによって。なるほどね。おお。じゃあママでもあるわけか。エリハイムはママでもあり彼女でもある。いいですね。ちょっとね、良いね。うん、彼女たちを救ってやってくれ。この言葉で、ね、いいよね。ソフィアとかも含まれてるわけだの、だもんね、これね。いいわ。じゃあフェイに流れたラカンがエルハイムに流れているソフィアと彼女になってるってこと？それはまたいいですね。経てね、代を経てね。このペンダントはグラフが持ってたペンダントなんだな、これ。いやーこれなー、ラカンのものか母さんのものかっていうね、この余地です。俺たちに考える余地を与えてくれる。ありがとう。ありがとう、ゼノギアス。ここへエメラダと来たこと初めてだな。チタン先生としか来たことねえわ。エルドリッチが落ちて、カドモニがね、落っこちた部分ですね。で、こっからオリジナルエルハイム、オリジナルミャンが出てきて、で、エルハイムとミャンを、複製して天帝たちも作ったっていう、これがその場所だね。うん。トト、エーキ、死体と保体、ミャンなんだ。これアベルだね。もう全部記憶取り戻してるってことか。
井戸からもらって、門真の地、原始の地。ああ、これちゃんとロジックがあるというかな。これすごいとこまで考えてるよな。刻印できる能力がないんだ。見間違った。アトム存在の力っていうかね、可能性上変異させる能力によって、そのイントロン化に明確な、まあゾハルすごいってことですね。ありがてえみたいな。それに波動存在が束縛されているのと同じように。あ、なるほど。なるほど。全然分かってないけど、なるほどと言っておこう。全然聞いてねえもんな。エメラダに関しては全然もう、無視してる。オリジナル。いや、シェルハイムでもある。これもうミイラになってんのかな。まあまあ、あの周りの12個がアニムスかな、ガゼル方位になったやつですね。バルトはいいよ、シンプルで破壊すりゃいいんだろうということです。うん、なるほど。エリーも元に戻ってくると。うん、まあそれは仕方ないでしょ。リコに関してはエーテルも関係ないしね、別にね。それは話題も変えたくなるよね。一個はバグってうまくいかんしな。全く効果がないエーテル技を持ってるリコに関してはもうどうでもいいだろうね。それ自体が不確定性を内包している。ほう、へえ。うん。いや、そうじゃないでしょ。人々の矢は、まあ、攻め、ねえ、攻撃する意思はないだろう。神は想像しうる存在。だから消去する。ほう。うん。これまあ勘違いしてるっていうかな。体を使って大勢の人を生死を問わず吸収している。おお、なるほど。これカレルレンの石なのかなってちょっと思うんですよね。デウスと一緒に神のもとにみんな連れてこうみたいな考えだったんかな。うん、そうなんだよな。ナノマシンってもう結局何でも作れちゃうから、別に人の部品いらないじゃんっていうことなんですよね。でも今気づいたけど、チュチュー。ん？チュチュなんであそこ座ってんの？誰か突っ込んでくれ。あれ。戦うことには変わりがないと。バルトはもうハテナ出てるから、今。戦艦エクスカリバー、なるほど。父降りてこい。手法がね、結構厄介ですよ。全ての物体を蒸発させてしまいます。なるほど、ゲートが張られてる。ああ、そう。どこにパンチしたんだ。アイオン、え？マジか。うん、おお、なるほど。ルナギアスからデータ、ああ、ディスアセンブルデバイス、ディスアセンブルデバイス、まあ修復用、修復力をゼロにするというか、壊せるようにするんですね。
うん、ブーが再生しなくなるみたいな。完璧なんてありませんよ。シタン先生の完璧な作戦が展開されますよ。完璧だから、シタン先生の作戦は、作戦はいつも 1.2 秒のインターバル、ほう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 、 1.87 秒、なるほど、2秒ぐらいの間に手法をぶっ壊せばいいってことか。どうやって近づくんだ。うん、はい、無理じゃない？ああ、おお。突っ込むだって。うん。まあ聞け。おお。うんうんうん。自分の障壁で手法を防ぎつつ近づいていくってことか。エクスカリバーのゲートと障壁とユグドラシの障壁20秒ずつってことだね。つまり40秒しか近づく猶予がないってこと。フェイの顔腹立つな。そんなことも分かってないのかみたいな。直接蓋をするんだよ。うん、ジェネレーターが一つでも、つまりそう直結させる、まあ、40秒出たところで推進力だな。せっかちが多いな。よチュチュがなんか軍師みたいな艦長みたいなポジションにいるんだけど、連携させて、おうこれドッキングと言えんのかな。まあいいけど、うん、はいはい、なんかよくやったなこういうの。小学校の時にこうプラスチックのプラスチックのボートにガンダム乗せるみたいな、そういうことですね。うん、あのロケットを推進力として使って、それ以外のエネルギーはゲートにね、障壁に使うっていうことだね。ほうほうほう、 0.67 秒の間にスッとこうスッと入り込むと、でユグドラごと撃って、ユグドラが爆発してメルカバーボッカーンという作戦ですね。かなりシビアだ。息を合わせないと。信じたアスカみたいにしないとな。貸してくれるかい？頼むよ。うん。確かにな。近接防御は全くできない。確かに、そうじゃん。そうか。うなぎがあればな。まあ、大丈夫でしょう。うん。うん。これが本当の最後の決戦。チュチュ。チュチュ。発言権なかったのよ。このムービーがね、いいんですよね。ロハルを破壊するための作戦を決行した。このムービー結構頑張ってるから。ロケットね。ロケットで今進んでるから。アメリカ版手法。ゲートで防ぐ。
推進力切り離して、エクスカリバーの推進力使う、まあ、エグダラのゲート使って、いいよ。仕事の間 0.8 何秒、おお、あんな感じになって、おお、すごい、おはいいぞ。これで手法が壊れたのか。あいしゅ、ユグドラごと撃って大爆発、おはこれやりすぎだよ。大丈夫なのか。お親方ベーゴマ、お、バカ誘惑してしまった、ちょっと私いつもお前の作戦失敗しすぎなんだよな。完璧な作戦ですとか言って、うん、頑張りすぎた先生、そんな俺はさすがに切れていいんじゃないか。お、先生に聞かれましても、ちょっとここもね、ムービー頑張ってます。形が怪しいんだけど、怪しい翼が、おお、気持ち悪い、こんな広かったのね。地球じゃないや、この星ごと兵器にしてしまおうという、飲み込んでしまおうというね。どうです、デウスの最終形態。うん、ナノマシンによって惑星規模の兵器として進化し、テラフォームを開始した。なるほど、星そのものが兵器。残された時間わずかだった。わずかじゃないんだよな、わずかじゃないんだよな。ということで、今回はこれぐらいにしましょう。こっから最終決戦までちょっとね、やり込んでいきますんで。ということで今回はこれぐらいにしましょうか。今回のざっくり解説はグラーフについてです。ソフィア死亡後、ラカンはミャンと接触、ミャンにたぶらかされて、ベツレヘムのチーム外、ゾハル、波動存在と接触します。ですが、ラカンは精神的に不安定であり、世界に対する怒りの思いが強すぎたために、破壊衝動の人格、グラーフを生み出してしまいました。その後、エルドリッチに搭載されていたデウスの兵器であるディアボロス軍団を覚醒させて、人類の 96% を虐殺してしまいます。これが、崩壊の日と呼ばれるものですね。まあ、この虐殺の理由としては、ゾハルやデウスを破壊することができないために、じゃあミャンが生まれないようにそもそも人類自体を消してしまおうという狙いがあったみたいですね。ロニナの活躍によってオーアルベルトール、まあ、大元であるグラーフ自体を停止することができて、崩壊の日自体を防げたと。なんですけども、レネはこの戦いの中で死亡してしまいました。このミャンの目論みとしては、デウスの兵器と現状の人っていうのはどっちが優れているのか争わせてデータを取るという目的があったみたいです。その後、ラカンとしての肉体は35歳の時に人知れず死亡して、接触者としての運命は次の世代へ渡されました。なんですけども、グラーフの残留思念自体は生き残って、肉体の憑依を繰り返して次の接触者の転生を待っていたようですね。この能力はソフィアの生きてという思いを具現化したような能力になっていると思います。
グラーフが世界の終わりを望んだのは、ソフィアの生きてという言葉の通り、世界が終わるまで生き続けることを誓ったもので、世界が終わらないんだったら自分が終わらせようという思いからでした。グラーフ、つまりラカンにとっては、この願い、生きてっていう願い自体が苦痛であって、グラーフが最後にフェイに未来を託して死んでいくのは、ラカンにとってはやっと終われるなという救いの面の方が大きいような気がしますね。ちなみにラカンは現在のラハン村にあたる場所の村の出身なんですね。そういう理由もあって、ラカンとフェイのグラフィックは同じなんだというふうに理解しましょう。うん。ワイズマンが傷ついたフェイをラハン村に運んだのは、かつてのラカンとしての記憶からなんだろうなというふうに推測されますね。というところで今回はこれぐらいに。ありがとうございました。次回でいよいよ最終回になる予定です。